元 FBI エージェントが教える 200% 人を引きつけるようになるコツトップ10。元 FBI 捜査官であり、人に影響を与え魅了し引きつけられるようになるためのガイドブック The Like Switch の著者でもあるジャック・シェーファー博士は、ユニークな友情関係の秘訣と人を引きつける簡単な法則を明らかにしました。あなたもいつでも誰とでも分かり合える方法を知りたいですよね。それではしっかりと聞いてください。第10位、頭を傾ける。女性は男性よりもよく頭を横に傾けることにお気づきでしょうか。自分の立場が優位であることを強調していたいときに、男性も似たような方法をビジネスの場で使います。堅苦しくないコミュニケーションの場において頭を横に傾けることは信頼している証拠です。そうするといつでも話し相手は聞き手が自分の話に興味を持っているというように感じます。ですが頭を後ろに倒して目をギョロギョロさせるのはやめておきましょう。冗談としてならいいのですが、これは敵意があるとみなされてしまいます。第9位、表情を使う。眉で表情を作る。眉は顔の中でも重要なパーツだと認識されてきていますよね。眉は動かすだけで相手に特定の合図を送ることができます。例えばいい例で言えば、人と会う時に眉を上げること、これは攻撃するつもりはありませんということを相手に示しています。脳は最大2メートルの距離からこの合図を認識し、コミュニケーションの取りやすい人かどうかを見抜きます。これが作用しているかを確認するために、知らないふりをして相手の近くで眉を上げて合図を送ってみましょう。眉を動かしている時や眉を潜めている時には、長いアイコンタクトは行わないようにしましょう。相手を困惑させてしまいます。第8位、にっこり笑わず目で笑う。タイラ・バンクスのレッスンをご存知ですか？あれは真実からそうは離れていません。相手が心の底から笑顔であると脳が認識すると、自分も自然と笑顔になり、そして喜びの物質であるエンドルフィンの分泌に少し作用もします。心地の良い経験をすると人はコミュニケーションを続けようと思いますし、そう思うのはとても大事なことです。真の笑顔は目の周りに小さなシワができ、頬骨と口角が上がります。これを作り笑顔で再現するのは簡単ではありません。そのためには何か面白いことや楽しいことを考えなければならないでしょう。それでも冷たい目や硬い笑顔にならないように気をつけてくださいよ。それは誰にも魅力的に映りませんからね。第7位、どういたしましてと言わない。何かをして感謝をされたとき、その返事としてどういたしましては使わないようにしましょう。代わりに、もしあなたが私の立場でも同じことをしてくれたはずですよと言いましょう。このような発言は頼り、そして頼られる関係を築き上げます。すると相手はあなたへの感謝の印に何かをしてあげたいと感じるようになります。些細なこと、例えばアドバイスをする、何か選ぶのを手伝うというようなことを人に頼むのをためらわないようにしましょう。人間は自尊心を高めるために他者と向き合い、自分の重要性を感じることを好みます。称賛してくれる人が周りにいることはいいことだと思いませんか？これからはあなたがこのような人になってくださいね。第6位、わけもなく強調しささやき声にする。会話の途中の気まずい間を避けるためには、話し相手の最後のフレーズに関連させた共感した発言をするようにしましょう。これは会話を継続させリラックスした雰囲気を作り出すための非常に簡単な方法です。ささやく行為は親密なコミュニケーションの方法と受け取られます。誰かとの関係を次の段階へ進めたいときは、時折ささやき声で特定の言葉を使うと良いでしょう。効果を高めるために、あたかも秘密を共有しているかのように少しだけ相手の方に体を寄せて話します。相手も話を聞こうとして無意識に話し手に体を寄せてくれるでしょう。
他人のパーソナルスペースに入り込み、秘密を共有したいという気持ちは人を引きつけます。椅子の線にもたれたり、体を引き離したりするのは逆の効果を生みます。ちょっと大げさですけれどね。第5位、相手に相手自身を褒めさせる。褒めるための一番良い方法は、相手に相手自身を褒めることを促すことです。会話の中で相手の成果や功績の話を促し、本当にそんなこと一人でやったの？どうやってやったの？と驚いてみせましょう。そういった質問は、相手に自分自身を褒めるよう促し、結果として気分が良く、リラックスした状態になります。また、第三者を使って褒めることもできます。例えば、共通の友達がその人の素敵なユーモアのセンスに注目したとか、努力を褒めていたとか言ってみてください。しかし、褒め言葉は、その人の成果や功績とは関係のない、外見や先天的な能力に対してだと、しばしばお世辞とみなされることを忘れないでくださいね。人は一生懸命やって成し遂げられたことを気づいてもらうのが大好きです。そういうことへの褒め言葉は、さらに嬉しくなりますよね。第4位、相手の前で間違いをする。会話中、意図的に間違ったことを対話者に言ってみると、その人はその間違いに気づきますよね。その間違いに対し、あなたは実はあまり分かっていないという優柔不断の態度を示し、相手にその間違いの訂正をしてもらってみてください。正しいことが嫌いという人はいないですよね。相手は、あなたもやはり同じ人間であるということをとても自信に感じ、あなたが間違えたことを言ったことに対しての気まずい空気にも理解を持って対処しようとしてくれるはず。ここでは似た者同士の法則が作用しています。共通点が多いと、よりコミュニケーションを深め、より親密になります。やりすぎてはいけません。自分自身を蔑みすぎてバカみたいにする必要はないのです。第3位、一緒に食事をするときはお皿に注目する。重要な情報の 70% は食事中に共有されます。このとき、相手の行動には喜怒哀楽、感情、共感が映し出されています。もし相手が壁を築くようにカップや他のものを間に置いたなら、これは距離を置きたいということを意味しています。一方、お皿をシェアすることは友情関係を試すようなものです。相手のお皿から何か取って食べていいか聞いてみてください。誰もが食べ物をシェアすることに同意するわけではありませんが、この取るに足らないズーズーしさが相手との距離を近づけるのに役立ちます。ですが、すぐにはやらないようにタイミングを見計らってくださいよ。第2位、相手の唇を見る。目の色の変化を知る。指で唇を触っている人は恥ずかしさを表しています。この動作は気まずい質問や相手が避けたい話題を挙げた時に起こるでしょう。即座にあなたの振る舞いを正し反応するためにも、これらの仕草を注意して見ていてくださいよ。また、目で正確な合図を送るのを学ぶのも役に立ちます。脳は共感したり興味があることを示す、大きく見開いた目に好感を持ちます。人に好かれたいですか？それなら簡単です。相手を照明の暗い場所での夕食に招待するか、焦点をぼかして瞳を大きく見せて相手を見つめます。目を細めたり唇を固く結んだり、派手なあくびや鼻にシワを寄せることはしないようにしましょう。これらの行為は相手にネガティブな合図を送っていることになります。第1位、状況がスムーズに進まないようなら映画のシーンを思い出す。常識的ではないですが、非常に効果的なアドバイスです。良い映画から学べないことはありません。この現象はロッキーロードの法則と言われています。人は障害や対立を重ねた後にだけお互いに好意を持ち、友達や恋人になります。当初から穏やかだった関係よりも、この関係性の方が大抵強いものになります。この現象は人気映画のお決まりとなっています。最初登場人物は敵対しているけれど、徐々に打ち解けて親友もしくは恋人になるというものです。この手の映画をじっくりと見てみてください。たくさんのヒントが隠れていますから。
共感と信頼を得るのに役立つその他の合図と技を簡単にお伝えしておきましょう。感情を表現したジェスチャーを使うこと。例えば、まるで言葉一つ一つに同意するかのように、友達の長い話を聞くときは優しくうなずきます。これであなたへの信頼は深まるでしょう。正直であること。相手に自分の弱点や大切な夢、またはこれまでの人生について話してみましょう。相手の目にはあなたの魅力が増して映るでしょう。冷たさや近づきにくさを示すこと。これは時々にしてください。それは好奇心を呼び、相手の興味があなたの人柄へ惹かれるでしょう。似ているということを示す。私たちはいつも似たような興味を持ち、理解し合える人を引きつけるように感じますよね。これを役に立つように利用しましょう。最後に FBI 捜査官によって築かれた友情関係の秘訣について調べてみましょう。この秘訣は強い信頼と友情関係に必要である主な特徴を表しています。基本的な一般概念で友情関係にも恋愛関係や仕事関係にも役立つでしょう。さて、それは一体どのようなことでしょうか。近接という言葉はその人との心理的距離を意味します。相手はあなたの存在を安全で心地よく感じなくてはいけません。パーソナルスペースに踏み込まれることを少しずつ許していきます。それは相手とのより親密な関係を作る手助けとなるでしょう。頻繁に会うことは相手との意思疎通の時間を増やします。一緒に過ごす時間が増えるほどより親密になります。簡単なことです。時間の長さは会う頻度の高さに反比例します。よく一緒にいると会話が減っていきますが逆もしかりです。頻度に注意しながら時間の長さを調節することを忘れないようにしましょう。熱心さは言葉、もしくは言葉以外の振る舞いを通して相手の要求を満足させる能力です。それは一緒にいる時間を楽しんでいるかどうかを表すとても重要な指標です。あなたは魅力的になれるコツを何か知っていますか？下のコメント欄に書き込んでください。高評価ボタンを押し、友達にシェアしましょう。ブライトサイドのチャンネル登録をお願いします。それではまた。